入島山とは、秋田県仙北市と岩手県岩手郡雫石町にまたがる山である。と和だ八幡体国立公園の中に位置する。遠くから見たゆったりとした印象とは異なり、山頂の東側は断崖絶壁となっている。山頂は崩壊が進んでいる。以前あった山頂の三角点も行方不明となり、現在の地形図では三角点が抹消されている。 秋田駒ヶ岳とともに古くから知られた山で、秘湯で、高い乳湯温泉郷の北東に、渋沢のような山陽を見せている。山頂からは、岩手山や林野町の森林生態系保護地域に指定されている、河根田川源流部などを一望できる。また、東隣のザルゴリ山と、三角山の安部に広がる千沼が、原は、 オゼにも匹敵するほどの高層出現とも言われている。秋田県側から見ると乳房を伏せた形に見えるので、乳頭山と名付けられている。一方、岩手県側からは、えぼしのように見えるので、えぼし岳や、えぼし山と呼ばれている。国土地理院の地図には、えぼし岳と表記されているが、登山関連書籍では、乳頭山、または、乳頭山と、 表記されているものが多い。1723年の田沢湖村山守役の文書や絵図では、二うつぶり学や、二、四つぶりと記されていて、公式文書では、乳首学と記されている。二、四つぶりは二つあり、先達に四つぶりが乳頭産で、引き分けに四つぶりが符号だけとされている。乳首が二つペアになった形になっていた。 乳首が乳頭となるのは、明治以降の記録からである。にうつぶりを乳首と解釈する以外には、さらに古い記録には、に、おつぶりとあり、稲作に関係があるニオからの命名とも考えられる。近くに稲作を連想させる多代平ら出現があり、稲作の神山のニオの頭を連想した可能性も指摘されている。乳頭山の鉱山植物は、山頂の岩壁地帯には、 岩梅、岩光蘭、コケモモ、ミヤマキンバイ、マルバシモツケの類、絶壁のあたりには、リシリシノブが見られる。山頂付近の草原には、縦山ウツボ草、宝カウ、ミヤマタウキが密生している。山頂を少し下ると、細葉は弁慶、ミヤマリンウ、縦山ウツボ草、ミヤマキンバイのイチゴ、ミツバオーレンが見られ、それより下には、ハイマツと、 三山金梅の群落があり、その矢部の中に三山根津、三山白心が点々と生え、矢部を外れると白花尺投げ、御前立花、青柳草が見られる。頂上を下ること数十分で田代平湿原に着く。ここには大小の地頭があり、豊富な湿地植物が繁茂している。登山道の脇には無人山小屋の田代平山草がある。 黒湯温泉から一本松沢沿いに登るルートが最短であり、利用者が最も多い。山頂まで約2時間。この他にも、まご温泉から田代平を経由するルートや、岩手県側の滝の上温泉からのルート、秋田駒ヶ岳方面からの重装コースもある。この一帯は良質な竹の子が取れるため、入山者が多く、遭難騒ぎも後を絶たない。 迷った人が闇雲に沢を下ると必ず通る沢の出会いにはあなたは山で迷いました。こちらの沢を下ってくださいという投票すらあるという。乳頭山の東側斜面にある断崖絶壁でロッククライミングを行う人もいる。ありがとうございます。